さあ引っ張った、詰まりながらレフト前に落ちました。セカンドが三塁を背負ったホームに向かっていく。1点の先制はその長谷川のタイムリーヒット。詰まりながらしっかりと取っていきました。ライオンズが1点の先制です。高校の今井のチームがありますが、先に点を取ったのはライオンズ。今のバッティングは非常にいいコースは良かったです。やっぱ高さが、ね、高い分、やっぱり、ね、こうヒットゾーンにとって、やっぱり、ね、こう最初からこう興奮することなく、やっぱり、ね、こういう、ね、コンパクトに来るっていうのがね、非常にすごい、まあ、いい結果に、ね、なりましたよね。まあ、ツーアウトランナーなし、ね、さあそして1番の蛭間、これも詰まりながらセカンドの角を越えた。これもタイムになります。2ランナーもちろん帰ってきます。2点目が入ります。蛭間がつなぎました。ツーアウトランナーなしからなんと2点を先制。フォアボールは挟みながらということになりますが、3本のヒットをこの回打っています。なのでね、はい、非常にこう甘いボールですけど、はい、まあ、少しね詰まりはしてるんですけどね、やっぱりコンパクトに振り抜いてるっていうところがいいですよね。そうですね、はい、これがやっぱり大切なことなんですね。そうですね、分かってもらいたいなと思いますよね。これでようやく300点になりました。嬉しいです。さあこの引っ張った当たりは大きい当たりでもした。宇宙か霞追いかけます。その分を超えたヒットになりました。ここはゲンダのタイムリーになります。さあ3つまでいくぞ。ゲンダタイムリースリーベース、2回にビッグイニングです。4回へとリードを広げました。まあ、少しもちろん仙台も前にはいたんですけども、完璧な当たりでしたね今ね。そうですね、やっぱりねこういうのがね、ツーアウトからね作った、はい、まあ、3点を入れて、はい、そしてこう流れがやっぱりライオンズに来てるっていうね。ですね、この回ヒットは4本になりました。ツーアウトランナーなし。本当ケンさんが何度も言ってる大振りをしててね、しっかりと言っていますね。ベンチからも指示があったと思いますし、はい、